要はどんな人欲しいんですかって話から始まって、採用ターゲットが見てる情報収集源に、まあ、情報をデリバリーしますと。はい、要はそれが告知方法の決定 で、代理店さんはだからそこを持ってきて差配してたわけじゃないですか、はい、うん、アクションはやっぱ応募効果を出すっていうところなので、はい、ヒアリングして広告という形に表現をしてサイトに載せるっていうふうなことをしますと、はい、だからこれが掛け算で、これが今も変わってない原理原則だと言いますというところなんですね、うんうん。じゃあ次のテーマいきます。求人媒体代理店に、じゃあ激震が走ってる理由、これは何でかということですね。一つはなんで、今の歴史的な話もありますが、まあ、とにかくやっぱりこう、扱うものとやり方もだいぶ変わったというところで、営業しやすく利益をこう、まあ、構築しやすい状態から、まあ、営業の難易度も利益構造の難易度も上がる、いわゆる使う脳や筋肉が変わるというところで見ていきたいと思いますが、これもちょっと順番に見ていく感じでいいですかね。はい。のはい、お願いします。商品ですね、主力営業商品が枠型媒体広告商品、はい、求人媒体、だった場合、課金形態は掲載課金型商品になると。で、営業の方法は提携商品の販売方式、営業の力点は申し込み書を書いてもらうまで売り切り方である。営業所の言葉悪いですけどね。あ、はい、そうですね。で、営業所の介在価値、契約代理店しか扱えない、介在価値が保証されているということですね。キャッシュフロー、売った時点でマネタイズと、販売時点で利益額が確定、キャッシュ化も早いということでしたが、まあ、今後というよりは今ですかね、現状、商品が運用型、枠型から運用型、インディードや、YG 広告、ヤフー、グーグルなんですね、リスティング広告などに。はい、ちょっと勤めていただいていいですか。あ、一個ずつ言いたいので、はい、要は枠が保証されているというか、その商品のバリエーションが決まってたわけなんですよ。その10パターンの中でいいです、はい。で、さらに言うとオプションがいくつかありますぐらいなので、もう営業のテンプレートっていうのが出来上がってたんです。はい、このお客さんにはこのトークを言って、で、これでクロージングして、このオプションつけて、終わり。うんっていう、カタカの営業。だから、だから限りなくどんどん販売になっていくっていうところがあったんです。はい、うん、だそれが非常にやりやすかったわけなんですよ。うんうんうん、なんですけど、はい、運用広告っていう風になって、型がないので、はい、いくらぐらいの相場になるのかとかも調べていかないといけないわけじゃないですか。うんはい、だし、まあその、検証していかないといけないみたいなところとかもあるんで、やっぱその商品が変わるっていう風なところで、すべてがやっぱり変わるっていう大きさがあったかなと思うんですね。うん、で、次見ていただいて、はいはい、やっぱお金も、その、はい、うん、さっきお話しましたけど、その、まあ、掲載料金っていうふうなところでも、料金表を渡して見せて、これとこれでいくらですっていうふうで、セットで、割引何パーしますとかっていう営業やったのが、はい、後課金であって、その相場、成果報酬みたいなところがやっぱり、今、まあ、わからないといけないし、うん、なんなら、決まらなければただ働きみたいなところにもやっぱりなっていってます。そうですね。だこの先どうなるかわかんないですけど、アメリカのインディーダーも成果報酬型になっているので、はいはいはい、そうですね。うん、この辺もどうなるかですよね。可能性がやっぱりすごくあるなというところですよね。はい、で続いて営業の方式の話をじゃあ、はい、開けますと、まあ、提携商品の販売方式から課題解決型提案営業にということですね。だから、バイトルをやってで募集してるお客さんに効果どうですかと、うん、で実は、タウンワークでこんな特集があってこっちの方が応募きそうなんてどうですかっていう、うん、そういうまあ営業、はい、まあお互いにそういうことをまあやってたわけじゃないですか、はい、それは商品が違うから機能の違いで、うん、こっちの方がこうリピート機能があってとか、こんなインディードのオプションがあってみたいなところでオセロ営業みたいなニーズをオセロするって営業やったんですけど、うん全員がインディードを売るわけですよねってなった時に、うん、何でオセロしていいのかわからないっていう状態にやっぱなっていくんですよね。で、ATS もその装置なので、違いはあれと微差じゃないですか。だからたまさかあんまり差もないねってなってきた時に、そうですね。お客さんの課題を見つけて、それを解決する、さっきの一番の企画力って、はい、アンケートあったと思うんですけど、はい、ああいう
企画的なものとかをやっぱやっていかないと、こうやったら解決できんじゃないですかみたいなところとかが、やっぱ売りになっていくんで、全くだから使う筋肉が違う世界観になってっていうところだと思いそうまですすね。ね。じゃあ、4点目、営業の力点はい。もなので、そこが違うんですね。申し込み書書いてもらって終わりではないと。採用が成功するまで、そう。伴走もう型なんで。か、ここが、まあ、もう怒られること承知で言いますけど、本当に効果なかったですね。ね、すいません。申し訳ないです。でも、お人お困りですよね。って、もう一周やっときましょうかっていうのが営業やったわけじゃないですか。そうでで、すよね。く、その某代理店の社長とかよく言ってはったんですけども、やっぱその効果がないから、もう一回やってくれっていうことに対してね、やっぱストレスってものすごい大きいよね、と。で、やっぱ僕らもそれは思いながらも、でもそれが商売やからやってもらってましたし、その申し込み書書いて原稿を載せたらそれ以降何もできなかったんですよ。様子見てくださいとしか言えなかった。そうですね。これが運用型の広告になったら、やっぱちょこちょこ、やっぱ原稿変えたら効果上がりますねってなってきたら、状況を見て、そうで、ですね。一定を入れる。で、伴走型というふうに言ってますけど、掲載後のフォローの方がやっぱり大事になってくるので、だからやっぱそこが、今まではクロージングしたら、クロージングまでが大事で、そこが8で、後工程が2だとすれば、もう、クロージングするまでは2でいいぐらいで、後が8っていう、そこがやっぱそうですりね。すごいポイントになってくると。だからやっぱりその、ストレスはない分、やっぱ営業の手離れもあるし、ものすごくやっぱ大変な流れにはなってくるかなっていうところですよね。で、次はのい。ですね、営業上の介在価値なんですが、契約代理店しか使えない、ここが、なるとそういうあれですよね、既得権益、既得権という言葉がありますもんね、求人広告の。あります。そうですよね、それがまあ、結局、この今の時代になると、まあ、そうですね、自分たちでもまあ、やれますもんね、お客さんだあ、けで完結するのもありですもんね。そうなんです。まあ、局長と書いたのは、まあ理由もあるんですけど、今まで、例えば、株式会社カンヤケが求人を出そうと思ったときに、バイトルをやりたい、マイナビをやりたい。と思ったら、マイナビさんには直接申し込むことができるんですけれども、要は代理店さんとして僕が扱いたい、株式会社会議がマイナビを扱いたいって言っても審査されて断られますよねっていうところで、基本的に NG になっていくわけなんですよ。で、まあ、ある意味、インディードも扱えないっちゃ扱えないですよっていうふうなところはあるんですけれども、お客さん自身が勝手にインディードも申し込んでとか、ATS 経由でインディード使ってっていうふうなところとかをすることもできるわけじゃないですか。だから、取り次ぎをする人とか代理店さんの営業マンを介してでないと、その求人メディアに触ることもできなければ、その求人メディアに対して、商品のことを知ることも要はできなかった。ところが、今、ボタン一つ押したら勝手に自分の画面の前で存在してますと。そうだからですね。下手したらお客さんの方が知ってることもあるわけですよ。になってきたときに、要はそこの既得権益、その商品知識は俺の方があるから、お客さんに対してっていうふうなところは絶対に僕を経由しないといけないっていう、滞在価値の既得権があったんですけど、いや、大した海外君知らなかったらもう別に来なくていいからって言われて、お客さん勝手にやられるわけじゃないですか。そうですね。確かにそういうビジネスでもありましたもんね。確かに代理店っていう、ある意味既得権益に、まあ、よって守られる部分ってありましたもんね。確かに。そう、だから、本当にだから、代理店が行けてないからとか、営業が行けてないから、僕に営業変えてくださいとか、その他社にスイッチされるときに、僕二度と来なくなりますけど、いいですかみたいなところとかも言いながら、まあ、なんとかちょっとこう、つなぎ止めるみたいなこととかもやってたんですけど、まあ、いたまさに今そんな感じになります。ですよね。その、人になる。商品じゃなくて、人になる。これがやっぱあっっていうて。ところが、そうですね。まあ、やっぱ変化点ですね。で、最後、キャッシュフローのところですが、売った時点でマネタイズから運用金額が確定した後でのマネタイズということで、このあたりもちょっと、まあ、代理店やる上で、まあ、大きな違いだということですよね。おー、でかいですよね。だから、金額、受注額の確定っていうふうなところが、結局はその、出向が終わって、クリック課金ですからね。で、その翌月にまとまって、さらに翌月になったら、入金翌々月になっそうですて、ね。間1ヶ月、2ヶ月の営業の稼働はただ働きになるから、そこを担保できる体力がないとあかんっていう話になるわけです。そうですね。まあ、こういったあたりが、まあ、だいぶもう仕事内容は変わっているということでの激震がしている理由ということですね。はい。
で、実際にじゃあ、求人応募を作るよう、公式。まあ、これ、神木さんのよくおっしゃってるお話ですけど、これが変わってるわけでは何もないということですよそうね。です。本質は全く変わってないですよって、インディードもそうですし、これ新聞広告の頃から全く一緒の話なんで、どんな人欲しいですかって話から始まって、その人が見ている情報収集源のところに、採用ターゲットが見ている情報収集源に、まあ、情報をデリバリーしますと。いわく、それが告知方法の決定そうで、ですで、ね。代理店さんはだからそこを持ってきて、差配してたわけじゃないですか。そうです。で、アクションはやっぱ応募効果を出すっていうふうなところなので、ヒアリングして、広告という形に表現をして、サイトに載せるっていうふうなことをしますと。だこれが掛け算で、これが今も、インディードもそうですけれども、すべての広告、変わってない原理原則だと言いますというところなんですね。なんですが、まあ、ここで変わったことっていうか、これをベースにしながら、だから、やってたんですけども、代理店さんがインディードになったことによって何を、必要とされるようになって何を、まあ、ちょっと、力点が下がってきたかというと、次ちょっと出していただくと、これですね。こういう話ですね。だから、どんどんやっぱりインターネット、そしてネットだけじゃなくて、ウェブ広告の世界になってるじゃないですか。もうそう。ウェブマーケティングとかにも近しいものにもなってますし、まあ当然その GY 広告とかも使って応募効果を作っていくっていうふうな世界になってくると、そのリスティングがどうだとか、そんなところもやっぱり知ってないといけませんよねっていうふうなところにもなってきますし、もちろんインディードっていうふうなところもコロコロ変わるんで、昔は代理店部の人が、レジュメ持ってきてくれて、こういうふうにルール変わりました。再来週からですっていうふうに言ってくれたのが、インディードポリシー見て、突然変わっているっていうふうなところとかに気がつかないといけませんよねと。そうですね、当然変わってますもんね。なんでうちの広告載ってないのって言われて、お客さんに言われることがあるみたいな、そういうふうなところになってくる世界でもありますし。で、さらに言うと今まではそういう版元が決まってたから、やっぱパーソル系の代理店さんはパーソルの商品、リクルート扱えません。で、リクルートは逆。リクルートは扱うけれども他扱えません。だったのが、もうみんな扱えます。僕最近代理店さんによく言ってるのが、特にリクルート系の人にもよく言ってるんですけど、失注することなくなったからよかったじゃないですかと。だからすいません、うちこの商品扱えないんですけどってもう言う必要ないですよねって全部扱えるんだからって言ってるんですよ。だそれぐらいやっぱり広くなったっていうことは逆に言うと、元々の版元外の商品、の知識がないと失注しますよね。なんで知らないのとか。で、比較、検討もしないといけないし、広告差配ができないといけないみたいなところになってくるんで、疑似的に RPO をやってるみたいな感じ。RPO の差配をやってるみたいな感じなんですけど、そこの知識が必要になる。逆に言うと、その商品をなんとかこう売らないといけないっていう意味での、ね、あのねじ込むクロージング力みたいな。そんなの全く必要ないですし、ある意味だんだん売る商品っていうところが限られてくるというか、なんか、商品力とかその商品機能みたいなところっていうのがあまり特質的になってこない。まあ一部ありますよ。その一応だったニッチ商品みたいなところっていうのはここですねっていうのがあるわけなんですけれども、メインの商品がやっぱりインディードになってきたらそれをみんなが売るっていうところなので、そこを優位にして、戦えない。だからまあ、だからやっぱさっきの2対8の話じゃないですけれども、まあ、そういう営業の進め方っていうことは必要じゃなくなるかなっていうのは思いまそす。うですね。というところで、そうですね。まあ、このあたりが変わってきてるということですね。これ、求人応募につなげるとこにおいても、その辺の、やっぱり違いがあるというところそうでですすね。ね。だから、なんか、とはいえ、今までやってたことが必要なくなるかというと、なんか、いらないものはないんじゃないかなっていうふうには正直思っていて、どう考えてもやっぱり、効果を作るっていうのは、同じことじゃないですか。逆に言うと、仮説が数字になって現れるので、答え合わせができるから、すごいいいんじゃないっていうふうに思うぐらいで、で、それがまあ、PTC を回す広告運用の伴走スタイルっていうふうに入れてるんですけど、やっぱでも広告を自分たちでも作るというか、どんどんまあ回していかないといけないっていうようなところはお客さんわからないところがあるので、まあ当たり前ですけど、求人広告の掲載ルールみたいなところというのは必要になりますし、で、コンテンツの制作力も必要ですと。で、何より一番最初に入れてますけれども、その採用コミュニケーションっていうところはやっぱちゃんと設計していかないといけないっていう。なんか、ある意味、求人媒体って、フロム A は若者向けとか、まあ、イナビシニアはシニア向けとか、
バイトルプロは社員向け、まあ専門職の社員向けとか、なんかそういうこうターゲットをある程度決めた中でのパッケージになっているじゃないですか。だからそこに向けてプロモーションも打ち、で、商品とかフォーマット的なもの、中に必要と入れる項目自体ももう完全にフォーム、定型フォームで用意して、この内容を聞いてくれとか、写真もこういうふうに入れてくれとかって型になってたんで、あんまりそこまで細かく設計しなくても、その流れに従ってやっていれば、採用コミュニケーションの設計っていうのはできたわけなんですよ。だからこそ販売っていう、まあ、言い方って言ったんですけれども、まあ、肩勝ちして売れたわけなんですけど、本当にフリースタイルになってるっていうことは、求める人物がどこにいてとか、どういう人を取りに行くのかみたいなところが定めていかないと、何の提案もできませんと。だからこそ、やっぱりちゃんと僕ら昔、本当に一番最初入った時に考えろって言われた採用コミュニケーションエンジニアリングフローっていう考え方があるんですけど、求める人物をまあ、イメージして、その人をいつまでに何人、まあ、どうやって取るのかっていうふうなところを考えながら、まあ企業の魅力とターゲットの人の接点を見つけに行って、それを広告に表現しろっていう、まあ、ざっくりとそんな流れなんですけど、それ自体をやっぱりこう、なんですかね。全員がやっていかないと、結局は効果を、また外れな求人広告を作ってしまうことなんて効果が出ませんねって話になるので、それをやっぱやるっていうふうなこととかが非常にやっぱ大事になってくるのかなというふうに思います。そうですね。そういうところで、そうですね。まあ、このあたりのところだと思います。まあ、で、最後に、前半の最後ですね。このじゃあ、求人媒体系の広告代理店の営業主力商品っていうのも、今の、話も含めてですけど、やっぱり変わってきてるということですよね。そうですね。ちょっとごめんなさい。出てしまって申し訳ないんですけど、これはターゲットの、求職者の、まあ、年収帯みたいなところで、一旦置いてはいますが、まあ、これは要は、さっきの話です。商品ターゲットっていうふうなところを考える中で、まあ、ざっくりイメージをしながらポジショニングされていますと。大体年収で言うと、まあ、500万ぐらいから上が、いわゆる紹介系で、下が媒体系で。で、新興勢力としてインディードとダイレクトリクルーティングが出てきてますねっていうのが、まあ一つの、まあ状況です。で、800を超えたエグゼクティブ領域っていうのは、もう言ったら、ビズリーチがマーケットを作ったみたいなところでもある。ヘッドハンティング領域なんです。だそういうふうなところとかっていうのは、まあ型としてありますねと、まあいう部分なんですけど。これが従来だったということですね。で、これがどう変わったかというので、クリックしていきますと、求人媒体求人もあるけど、スポットワークアプリというのが、この、年収の100万以下、100万前後というところですかね。このあたりがもう、スポットワークに変わってきてると。もう完全にアルバイト、要は扶養控除の範囲内っていうふうなところの仕事だと、まあ要は短期単発の領域、まあ速勤でお金が欲しいってなってきたら、媒体、スポットワークのメリットって何かというと面接しなくていい。で、応募したら即決する。すぐ働けるっていうふうなところがあるので、めちゃめちゃやっぱ利便性高いじゃないですか。だからやっぱどんどんやっぱそっちにシフトもしてますし、もうこの領域は多分一定数以上は取っていくんじゃないかな。っていそううふうにで思っていますと。すね。で、一方、求人媒体と、もうこことインディードプラスが、こう、まあ、一体化しているというか、もう、プラスで、まあ、自動掲載っていうのが始まってるので、ここの領域が、まあ、さっきのアンケートもありましたけども、やっぱり媒体が、縮小していってっていうのは、こういったとこを指してる話ですよね、やっぱり。そうですね。で、まあ、インディードプラスっていうふうなところが、やっぱり、大きな幅を聞かせてくるんではなかろうかなと思いますと。で、一方、人材紹介でありますが、ここにこういうダイレクトリクルーティングというのが、より影響力を上げてきてますよね、もうすでに。もうまさにそうだなと思っていて、で、やっぱり年収帯が高ければ、ある一定のところになってくると、まあ、ダイレクトリクルーティングの登録者の方が多い。そういうんですかね。そっちの方がこう決まりやすくなってくるので、やっぱそこは公募の限界というのがある程度見えるかなと思っていて、で、上の方が大きくなっていく。でも一方で、ある一定以上年収帯がやっぱり大きくなると、登録者がいなくなる分、ダイレクトリクルーティングなんか登録しなくて、潜在層が多くなってくるんで、そうなると、人材紹介が持っているキャンディデート、
が動くというふうなことなんで、人介在じゃないと動かなくなってくるっていうことかってなことと思う。ですね。まあ、なので、今、各社、求人媒体社だった各社が最も力入れてるのは、ダイレクトリクルーティングサービスを作ることになってきてますよね、見てると、全体まあ、的に。そうですね。だからそこをこうどう扱っていくのかっていうところ。でも、原さん、これ実際に現時点では何もわからない情報の妄想の話ですけど、これ実際、やっぱりインディードプラスというか、インディードさんはそんだけの顧客データベースを持ってるわけですから、そこの中でダイレクトリクルーティングというサービスが可能になれば、この上のゾーンにも当然、このインディードのところは食い込んでいける可能性は、まあ、十分あるわけで、そうこですのね。あたりも結局、どう、やっぱり求職者はどう抑えてるかの問題ですかね、やっぱり。そこがやっぱり一番大きくて、で、どうしてもやっぱり、ある一定層以上は、公募より紹介とかの方がいいよね。よく代理店さん自体に聞くことあるんですけど、まあ、要は、協賛化されてる方とかもそうなんですけど、転職しようと思った時に、インディード見ます。っていうことだと思うんですよ。多分、見ないですよね、皆さん。見ないですね、多分。で、やっぱそういう案件乗ってないんちゃうかなと思うのもあるし、まあ、忙しいから調べれないんでもあるでしょうけど、なんかそのやっぱ公募より紹介とかの方が自分が高く売れるんじゃないかっていうふうにやっぱり、思うところもあるかなと思うんですよね。そこがやっぱネックにはなるんですけど、やっぱその、どっちかといったらその、こう、だってハイスペックになっていく可能性がある求職者をどう捕まえていくのかみたいなところが、インディードのこう縦ストレッチの鍵になってくるとなると、キードライバーは2つで、1個はやっぱりそういうこう、オープンワークみたいなところがやってるような口コミのところから広げていく。まあこれ、エンさんが今、エンライトハウスの名前も変えて、口コミと連動型の求人サービスに変えましたけれども、まあ、そこは、ちょっとこうレベル上げるっていうところになりますし、まあ、どうなるかわかりませんけど、多分やってくれるなと思うのが、新卒、他でもやりましたけれども、新卒イクナビを2007から変えるって来年からなんですけど、インディードに連動するんちゃうかなと思ったりもするわけなんですよね。そうすることによって、僕を引き上げるっていうふうなところにやっぱ繋がる可能性があるわけなんで。そうですね。一方、これ、菅さん、このスポットワークアプリというものの仕事の、現状はこうなんでしょうけども、このいわゆる年収層がどんどん上がってくるのかどうか。まあ、例えばですけど、年収、仮に300万前後の、いわゆる新卒も含めてですけど、そういう定常業務のところもスポットワーク化していくと、まあ、ここのゾーンが上がってくることっていうことは、まあ、理屈上考えれるんですけど、それはどう思われますか？あんまりイメージが湧かないところではあるんですけど。僕もわかんないですが、あるとすれば、いわゆるスポットワークが体験の場になる。体験入店、体験入社っていうふうな形になって、で、そこで、ある程度、興味関心を持って定常になっていくっていうふうな、まあ、進み方。まあ、そういうふうなところがあるのかなっていうふうなところなんですね。これがまあ、いわゆるまあ直雇用と言われる世界観だとそういうふうなことがあるんですけど、ということで、一旦そうですね、前半、第1部ですね、まあ、いわゆるグレートリセット時代に、突入したということで、この求人広告代理店がそもそもなぜ激震が走っているのかという、まあ、もともとの構造の問題のところから、実際にどういったところで業務の変革が起こり、まあ、そして、この先のいわゆるマーケットですね、最後の話は、マーケットがどう変化するかというところでの、第1部というところになりましたが、まあ、総じてみると、どうまとめますかね、これは第1部のまとめとすると、まあ、ま変わらなきゃいけなくなったのは間違いないではあるという。あ まあ、だからある意味その版元さんを頼る仕事っていうふうなことではもうなくなったなという気はやっぱりするので、代理店さんがある意味、まあ、いい意味で代理店としての強みを発揮できると思うんですよ。今まではやっぱまあ、りそうですね、版確か元に。さんに売っああ、て確かくにれっそていううでか、す版元ね。さんの方が力強かったですけど、逆そうじゃですないですね。か。売ったるじゃないですけど、
僕ら、主人公が求人代理店になると思ってるんですよ。ああ、確かにね。まあ、それはそうですよね。ああ、確かに。言っても、やっぱり媒体の職の方と代理店では、ね、土俵が確かに、媒体の時違いましたもんね。それはそうですよ今は本当にだから直販僕かわいそうやなって逆に思っていね。て、ああ、確かに確かに。インそうディーですドしか売れないんですよっていね。うとか、リクルートしか売れなかったらかわいそうですよね。ああ、なるほど。まあ、確かに結局のところはどう運用するかなので、別に直そう販でであす。るか代理店であるかというそういう問題じゃないという。まあ、でさらす。に言うとやっぱで、り、そうですよね。結局、どこの代理店にいるかということよりも、結局やっぱり、その個人がどうなのかという問題の方が、もう結構でかいですし、まあ大そきのいです代理店さんってやっぱりその、言っても商品を取り次ぐ扱えないみたいなところって絶対あるので、やっぱそこでその幅広い品揃えをできる、総合商社的に一応商品の在庫が存在、在庫じゃないけど、窓口がありますみたいなところとかって、ね、やっぱりすごいやっぱ大事になるかなと思うんっていうとで、ころですね。はい。というところが、まあ、一つ、そうですね。前半から言えることかと思います。はい。